8月9日、浮島パーク南東で、まちづくりリーダー研修が行われました。今回で平成28年度3回目となるこの研修は、南伊勢町を若者が希望を持ち、活躍できる町にするために、自らの創意と工夫により、特色ある豊かなまちづくりを推進する若手リーダーの養成を目的として、平成27年から行われています。参加者は町内外から集った若手が中心で、今回は三重大学の学生も取り組みの発表として出席がありました。三重大学学生による釜形集落点検の結果発表、南伊勢高校の活性化、産業振興を行う組織に関することなどについて状況説明と意見交換が行われました。釜形集落点検については三重大学学生が行った調査について説明があり、各集落人口が減っており、高齢化率が高いものの、地域外に居住する家族がいることも分かり、釜形祭りへの参加を呼びかけられないかといったことが話題に上りました。南伊勢高校の活性化については、南伊勢高校の先生方から説明があり、県全体としても南伊勢高校などの活性化を課題として考えていること、活性化するにも入学者の確保として、中学生及び保護者にとって魅力的な学校にする必要があること、現在行っている取り組みについて説明が行われました。今後の動きとして、インターンシップを授業に取り入れた地域創生アドバンスコースが考えられていることが話題に上りました。産業振興を行う組織については、どのような機能を担うのかについて検討が行われていること、 U ターンや I ターンを考えている方にも教えてあげてほしいと説明が行われていました。話題に応じた意見交換のほか、参加者が携わるイベントについての告知と協力依頼も行われていました。